まあ、マスコミというか新聞を、読んでご存知の方も多いと思うんですけども、5月の1日、16時22分無事に 2300g の、女がっていうのもあれですね、女の子が、誕生しました。まあ、母子ともにすごい今もう順調でですね、今ではもう病院内のナンバーワンの問題児らしく、体はちっちゃいんですけど声が人の2倍ぐらいでかいらしく、一人で泣き始めると周りの赤ちゃんまでつられ泣きを、起こしてるらしいんですけどね、まあ、健康だったっていうことが一番の自分の中では今ホッとしてるとこなんですけど、まあいきなり親バカになってるかもしれませんが、美人です東京 FM キーステーションに全国37局ネットでお送りしている木村拓哉のワーツアップスマップ、というわけで、ファックスどんどん紹介していきたいと思います。こちらは新米パパへ、先輩ママより書いてあります。木村拓哉様、ココミちゃん誕生おめでとうございます。ありがとうございます。本当よかったね。結婚の報告の時はあまり驚いて、あまりにショックで、目の奥まで笑っておめでとうという余裕がありませんでした。でも今は心からおめでとうと言えます。メンバーにはいつどのように報告したのですか？その時の反応はどうでしたか？ココミちゃんが、健康にすくすくと、心美しく成長されますよう心からお祈りしています。お仕事もますます頑張って、プライベートなことではなく今度は仕事の面で私たちをドキドキさせてください、ね、ちょっとこう優しいお湯に浸からせてくれるんだけども、最後には冷たい水を浴びさせてくれたすごい先輩ママですね。まあ一応ね、自分ができることとして、まあ、マスコミの皆さんにファックスを送る前に、やっぱほら結婚報告の時にさ、ああいう形になっちゃったからすげえ悔しい思いしたから、もう二度とあんな思いはしたくねえとか思い、よしと思ってね、慎吾はメールで、電話のメールで、あと下手したら30分ぐらいで出てくるぞっていう風に送って、そしたら返事なくて、あれ返事ねえやとか思ってて、そしたらね、その時にちょうど慎吾と五郎が表参道かなんかで会ったらしいのよ。たまたま慎吾は買い物してて、で五郎は取材の帰りかなんかで表参道で車と車ですれ違ったらしいのね。で慎吾がパーって歩いてたら、ペッ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 って鳴らされたから、ふるって見たら五郎ちゃんが出てきたとか言って、言ってそしたら慎吾が、木村君とかあと30分ぐらいで赤ちゃん出てくるらしいよって、慎吾は五郎に言ったんだって。そしたら五郎が、なんでお前そんなこと知ってんのとか言って、言ってすごい不思議に思ったらしくて、まあ そういうなんか裏エピソードは後でスマスマの現場でメンバーから聞いたんだけど、あと、剛も、五郎も中井も一応留守電で、直にね繋がったメンバーが一人もいなくて、みんな留守番電話サービスセンターだよ。だから、あ、今生まれましたつって、女の子ですとか言って、まあ両方とも無事なんで、いろいろ迷惑かけちゃうかもしれませんけど、まあそこのところよろしくお願いしますとか言って入れといて、剛とか、その日に生まれたその日1日に喋って、で笑ったのがね、五郎、お姉ちゃんいるじゃん五郎って、で姉貴、五郎の姉貴が1歳何ヶ月になる赤ちゃんがいるらしくて、でそれはもうほら五郎対面してっからさ、そういうのを経験してっから、親戚の身内のうちですっげえ落ち着いてんのよ五郎が。俺なんかすっげえもう気が動転してたから、メンバーと喋ってても何言ってるか分かんないの。で、いや、ありがとう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 とか言って言って、ばっかり言ってんだけど、五郎はすっげえ落ち着いてて、まあでも大丈夫でしょ。ね。いやー、でもね、よかったね。女の子でしょ。体重はとか言って、すごい、お前親戚のおじさんかよっていうぐらい、落ち着いてて、で、俺が、お前ずいぶん落ち着いてんなーとか言って言ったら、そう？まあということでね、まあ本当おめでとう、じゃあ明日ね、スマスマの現場で、はい、ということで、稲垣吾郎からの
ちょっとおじさんチックな電話でしたとか言ってて、あいつがなんか DJ みたいに話しやがって、なんかね面白かったね。続いて、こちらは木村拓哉様、ここみちゃんの誕生おめでとうございます。ありがとうございます。母子ともに健康ということで良かったですね。立ち会いもされたようで、大きな感動を受けられたのではないでしょうか。私も今年の1月1日の朝に男の子を出産しました。主人も立ち会ってくれました。今はようやく4ヶ月になり、首もだいぶしっかりしてきたので外出できるようになりました。3ヶ月する過ぎるまではとにかく大変です。ぜひたくさん、ママのお手伝いをしてあげてください。で、新生児の時はママも赤ちゃんものんびりゆったりがとても大事です。これから楽しんで育児してください。お互い同じ親として、自分も成長したいですね。いやー本当に、でもあれなんだろうな、こういうのを聞くと、いやほらあるじゃん、なんか新米パパになるための本とかさ、あとその生まれてからどうこうするための本とかさ、結構俺も読んだんだけど、読んだよ、超読んだよ俺。風呂入りながらとか便所入りながらとか寝る前とか一人の時間の時に結構そういうの読んじゃったりとかして、だからちょうどヒーローの台本読みながらそういうのを読んでたから、うん、だからといってあのヒーローの現場でセリフは間違いませんでしたけどいやでもね、うん、確かにこういうこと書いてありましたね。大変ですよっていうのはいや大変になってくんだね、うん、でもまああのこの最後に書いてあるね、あの同じお互い同じ親として自分たちも成長していきたいですねっていうのは、うん、思いますね、うん、自分の中でも、うん。